私は叔父の椅子に背中を向けて寝ていたので、突然目覚めたその時目にしたのは街路に出る扉。さらに北側の窓、壁、部屋の北側の天井だけだったが、これらの光景は菌類の発光よりも街路からの光よりも、もっと明るい感じに私の脳内に映し取られた。光が強かったわけではなく、そこそこ強かったわけですらない。普通の本を読むには足りなかったろう。だがそれは私と簡易ベッドの影を床に投げかけ、黄色っぽい突き通るような力が高度以上の強さを暗示していた。これを不健全なほどはっきりと認識しているその時、私の他の二つの感覚は暴力的に蹂躙されていた。耳はショッキングな叫び声でワンワンとなり、鼻はこの場の悪臭にムカムカしていたのだ。感覚同様に私の精神も機敏に異常事態を認識し、ほとんど自動的に羽を切ると、振り向いて、あらかじめ暖炉の前のカビた村に向けて置いた破壊装置を手に取った。振り向くとき私は自分が目にしようとしているものにおののいた。叫んでいるのは叔父の声であり、どんな脅威から叔父と私自身を守るべきか不明だったからだ。だが結局、その光景は私の恐れていたものよりもさらに悪かった。恐怖を超えた恐怖。おぞましい無限の核の一つであり、大宇宙は極少数の呪われし発光者だけにその旋律を味わわせるのだ。菌類を浮かべた土から蒸気のようなカバネコウが立ち上り、黄色く病的にブクブクと湧き上がっては巨体となって、曖昧もこたる半人半海の輪郭を取り、その背後に煙突と炉章が透けて見えた。そこにあるのは目、嘲笑う狼の目、昆虫のようなシワだらけの頭、その頂部は薄い霧となって腐肉のように渦巻き煙突に吸い込まれて消えていった。そういうものを見たというのは、それが忌々しくもどんな形に近づいていったかを後から振り返って、意識的に辿ってみた結果である。その時に見たのは、胸のムカつくような薄く輪郭を放つ菌類の雲が泡立ち、ある物体を包み込み溶解していく姿だけだった。私の全注意力を引きつけていたその物体こそ私の叔父。尊敬すべきエリフ・ウィップル、だった。その顔は黒く口。私に気味の悪い流し目をくれながら早口で喋りかけてきた。そして恐怖のもたらした凶暴性を持って私にびしょ濡れの鍵爪を伸ばしてきたのだ。私を狂気から救ったものこそは定型作業の感覚だった。決定的瞬間のためにこれまで自分を鍛え準備してきた。その盲目的な訓練の賜物だったのだ。泡立つ邪悪を物質的なあるいは科学的な手段では到達し得ないものと見たので、左側に吊った鉄火炎放射器には構わず、クルックス管装置に電流を投じ、不死の特進現象に向けて、人間の技術が自然の空間と薬液から作り出せる最強のエーテル放射の焦点を合わせた。青白いと激しいスパッタリングが起こり、私の目には黄色い輪郭が弱まっていくように見えた。だがそれは対象の上でのことに過ぎず、機械が発する波動は何の効果ももたらさなかった。その時、悪魔的な惨状のただ中で私は新たな恐怖を目にし、叫び声を上げながら鍵が開いたままの扉に向かってよろめき外に出た。静かな街路は、私が世界に向けて解き放った異常な怪異にも、それによって人々が私に下すであろう判断や裁きにも無関心だった。その暗い青と気の甲の中で、叔父は記述しがたい吐き気のする液状化を開始しており、消えゆくその顔から狂気のみが信じられるような同一性の遷移が起きていた。ひとたびは悪魔であり、群衆であり、死体安置所であり、野外劇であった。気まぐれな混合光線に照らされ、硬質の顔が10への、20への、110の、表情に見えた。歯を向きながら、重視のように床に溶け落ちた胴体の上に沈んでいった。異質でありながら同時に異質でない大勢のカリカチュアを示しつつ、私はハリスケの顔を見た。男も女も、大人も子供も、他の顔も見た。老いも若きも、荒っぽいのも洗練されたのも、気さくなのも気難しいのも、
1秒の間。造形学校博物館で見た哀れな教授ロビー・ハリスのミニアチュールの堕落した偽物がちらりと見えた。次の瞬間、キャリントン。ハリスの家で絵を見て記憶していた通りのマーシー・デクスターの骨張った姿を捉えたと思った。それは想像も及ばぬ恐怖だった。終わり頃、緑っぽい重視が広がる菌類だらけの床近くに召使いと赤ん坊の幻がちらついた時、いくつものうつろう姿が互いに戦うかのように見え、一所懸命におじの優しい顔の形を取ろうとしているように見えた。おじはその瞬間存在したのだと考えたい。私に別れを告げようとしたのだと。私は乾いた喉からしゃっくりのようにさようならを言って街路によろめき出たらしい。薄い重視の流れが私を追い、扉を通して雨の歩道まで伸びていた。それからのことは暗く曖昧で周回だ。雨に打たれた街には誰もいず。話をしようと思う相手は世界中のどこにもいなかった。私は当てどなく南に歩き、カレッジ、ヒルを、図書館を過ぎ、ホプキンス街を下り、橋を渡って商業地域へ出た。そこに立ち並ぶ高層ビルが私を守ってくれるようだった。ちょうど、現代の物質的なあれこれが古代の不健全な謎から世界を守っているように。東の空から灰色の夜明けが徐々に広がり、古い丘と神々しい戦闘のシルエットを描き出した。私はこれを見て、恐怖の仕事を残してきたあの場所のことを考えることになったのだ。ようよう私は歩き出した。濡れそぼち、帽子をかんぐりらず、朝の光に目をくらませながら、半開きにしてきたベネフィット街の恐怖の扉の中へと入った。その扉は早起きの家主たちの目の前でなおも謎めいて揺れていたが、彼らと声を交わす気にはなれなかった。カビの生えた床は多孔室だったので、重視はなくなっていた。暖炉の前にあった小石の二つ折れ巨人まだらも跡形がなかった。私は簡易ベッドを、椅子を、機器を、放り投げた帽子を、奇変したおじの麦わら帽子を見た。当惑感はこの上なく、どこまでが夢でどこまでが現実なのかほとんど思い出すことができなかった。その時思考が蘇ってきて、夢に見たものよりも恐ろしい現実をこの目で見たのだと気づいた。私は何が起きたのかを狂気に落ち込む一歩手前まで推測しようと試み、同時に確かにあの恐怖が現実だったとしたら、それを終わらせる方法を考えようとした。物質には見えなかったが、エーテルでもなく、死すべき人間の想像にかなう何物でもなさそうだ。とすれば、何らかの異質な発散物、エクセターの階段が境界墓地を方向と称するような、吸血鬼めいた一種の蒸気はどうだろう？この考えには脈があるという気がして、もう一度、カビと小石が遺体な姿を呈していた暖炉の前の床を見た。10分間で私の心は決まり、帽子を取って家に向かい、風呂を浴び、食事を取り、電話をかけて鶴橋とスキと軍用ガスマスクと硫酸のカルボイを6箱、明日の朝ベネフィット街の生まれた家の地下室の扉に届けるよう手配した。それが済むと私は寝ようとした。無駄だったので、自分の気分を中和しようと読書や馬鹿げた作文で何時間も潰した。翌日午前11時、私は掘削に取り掛かった。さんさんと注ぐ陽光が嬉しかった。ここでも私は一人だった。探索中の未知なる怪異を恐れてはいたが、誰かに話すのはもっと怖かったからだ。後になってハリスに話したのは純然たる必要性に駆られたためであり、また彼が老人たちからとても信じる気にもなれない変な話を聞いてきたせいだった。暖炉の前の悪臭を放つ黒い土を掘り起こしていくと、月が切り刻んだ白い菌糸から粘着性のある黄色い脳汁が染み出し、私は自分が暴こうとしているのがどんなものなのだろうかと考えて震えおののいた。大地の奥底に潜む秘密には人類のためにならないものがあり、思うにこれがその一つであろう。私の手はそれとわかるほど震えたが、それでもなお掘り続け、
しばらくすると、私は自分の掘った穴の中に立っていた。穴の大きさは一間四方くらいで、深く掘るほどに邪悪な匂いが強くなった。そのため私は、そのものからの発散物が一世紀半にわたってこの家を呪ってきた地獄の存在と接触するばかりになっていることを一切疑わなくなった。それは一体どう見えるのだろうか？いかなる形態でいかなる物質からなっているのか、幾時代にもわたって生命をすすり続けてきたそれがいかほどの大きさに育っているのか。ついに私は穴から這い上がると、積み上がった尾を何箇所かに振り分けて、大きなカルボイを穴の円に沿ってて元の二辺に配置した。こうしておけば、必要に応じてそれら全部を切れ目なく急速に開口部めがけて流し込めるだろう。その後、反対側の二辺に沿って土を盛った。匂いがきつくなるにつれ、作業をゆっくりとし、ガスマスクをつけて、私は穴蔵の底にいる名状しがたいものに近づいたことで気力を失いかけていた。矢庭に隙が何か土よりも柔らかいものに突き当たった。私は身震いして、今や首までの深さになっている穴から這いに出かけた。やがて勇気を取り戻した私は、用意しておいた懐中電灯をつけて尾道をさらにそぎ落としていった。掘り当てたものの表面は魚のようなガラスのような感じで、何かしら透明性を持ち半ば腐敗した一種のゼリー状凝固物だった。私はさらに尾道を取り除けていき、それが形を持っているのを知った。その物質が折れ曲がった箇所に亀裂が走っていた。露出させた面は大まかに言って巨大な円筒状だった。青白く、ストーブの煙突を2倍にしたようで、直径は一番太いところで60センチほどだった。さらに尾道を取り除けたところで、私は穴から飛び出して汚らしいものから遠ざかった。気も狂わんばかりに重いカルボイの栓を開けて傾け、その腐食性の内容物を次から次に、深淵なす死体安置所の中へ、想像の及ばぬ異常性の上へと投入していった。その肘を見たばかりの異常性の上へと。酸性液が穴を流れ落ちるにつれ、そこから嵐のごとく黄緑色の蒸気が吹き出し、大渦巻きとなって私の目をくらませた。私はこのことを決して忘れることがないだろう。他の住民たちは、プロビデンス川に大量投棄された工業廃棄物から恐れるべき毒霧が立ち上った黄色い火のことを語り草にするのだが、私は彼らがその出所についていかに誤っているかを知っている。また彼らは同時に発生した埋設水道管ないしガス本管の不具合に起因するおぞましい方向についても語っている。だが、言わせてもらえば、私はそれについても訂正することができるのだ。それは筆舌に尽くしがたいほどショッキングで、どうしてそれを生き延びられたのか自分でもわからない。四番目のカルボイを空にしたとき私は意識を失った。それを扱っていた時点で毒煙がガスマスクを透過し始めていたのだ。だが、意識を取り戻したときには穴から新しい蒸気は上がってこなかった。私は特段の結果もないまま残りの二つのカルボイを開け、しばしの後には穴を埋め戻しても大丈夫だと感じた。それを終える前に日が暮れていたが、その場所には恐怖が戻ることはなかった。湿気から悪臭が薄れ、奇怪な菌類は枯れて無害な灰色っぽい粉となり灰のように床の上で吹かれていた。大地の持つ最下級の恐怖は永遠に消え果てて、もし地獄があるとしたら、ついにそれはある不浄なる者の悪魔の魂を受け取ったのだ。最後の一隙を置いたとき、私は、最愛の叔父の思い出に何度も捧げることになった心からの涙。その最初の一滴をこぼしたのである。次の春、生まれた家の庭にはもう青白い草も奇怪な雑草も生えず、時を置かずキャリントン・ハリスはそこを貸し屋に出した。そこは未だに亡霊寺見ているが、私にとってその異質さは魅惑的であり。それが取り壊されてケバケバしい天野や下品な共同住宅に建て替えられる時には、
解放感とともに奇妙な落胆を覚えることだろう。馬爪だった庭の老木が小さな甘いリンゴを実らせ始めた。そのねじけた枝に昨年鳥が巣ごもった。カン。